こんにちは、このこんばんは。霊夢だぞ。マリサだぜ。フランチャイだよ。てなわけでやっと来ましたよ、新シーズン。マップも待機島もだいぶ変わってるな。他にもいろいろ変更点があるみたいですね。だから今回は変更点と新しいミシック武器の場所を紹介していくよ。ってことでまず最初に来たのは、マップの右下にあるここです。ミシック武器が手に入る場所ですね。何回か試合をやったんですけど、ここはマジで強いです。ここでは何の武器が手に入るんだ？まずここでヘンチマンを倒すと、マリサの財布が出てきます。そしたらなるべく早くご飯を食べに行きましょう。やめろ。今のは冗談ですよ。ここでヘンチマンを倒すと P90 を落としてくれるんですよ。ほぼ確定で SMG の紫がゲットできますね。さらにここにはすごい点があります。このようにここにいるボスを倒すと、ミシック武器がもらえます。これは前シーズンと同じシステムだな。そしてなんともらえるミシック武器が、このチャージショットガンなるものですね。このショットガンを使ってみての感想なんですけど、ただただ最強です。この武器の強い点はこの距離でも結構なダメージが出るんですよね。この距離でこのダメージは、私のくしゃみと同じくらい強いですね。よくわからない例えやめて。さらにもう一つもらえるものが、これなんですよ。グレネードランチャーか？なんとこれ、ショックウェーブなんですよ。あのワールドカップ初戦で活躍したあのアイテムですね。そしてこの場所はカードキーを取ってから保管庫を開けるまでが機械です。ほぼ目の前って感じだな。皆さん気づきました？ここに来るだけで移動はもちろん、ミシックショットガンに紫 SMG、チャンパに回復すべてが揃うんです。まだシーズン始めだから深い情報はわかりませんが、ここはマジで最強です。みんなもよかったら降りてみてくれ。続いてこのショットガンの飛距離を見ていきましょう。今試してるのは33メートルですね。この距離は入らないのか。それじゃあ少し近づいてみましょう。32メートルだな。この距離は当たるのでしょうか。おお、当たったな。32メートルで11ダメ入るようですね。頭を狙ってみたらどうなるのかな。12ダメだな。あんまり変わりませんね。せっかくなので今回のショットガンの金とミシックの違いを見ていきましょう。ミシックと金ではダメージ差が4ありますね。連射速度は一緒のようだな。そしてマガジンサイズがミシックが5、金が3のようですね。リロード時間はミシックの方が 0.3 秒早いですね。そして次に紹介する場所はここ、マップの真ん中です。以前はエージェンシーがあったところだな。現在名前はザオソリテになりましたね。それでは見ていきましょう。うわぁ、サメ、なんでサメが飛んできてるの？そう、これが新シーズンに追加された新しい要素です。周りが海のところだとサメが出るみたいなんですよ。このサメは近くにいる敵に突っ込んでくるらしいですね。そんなやつただ邪魔なだけじゃないか。そんなこと思ってるマリサちゃんはまだまだ、豆大福食べて太っててください。なんだよ、このサメにはまだ何かあるのか？そう、実はこのサメ、こんな感じに倒すと、武器がもらえるんですよ。おお、これはいいな。でも体力が多いので倒すのには一苦労です。そしてこの場所にはまたまたボスがいるんですよ。ここでもミシック武器ですね。こいつからは何がもらえるんだ？ここからはなんと、フォートナイト史上最強の武器、カードキーがもらえます。それ武器じゃないから、このカードキーで敵を切り倒していくんですよ。そんなことできないわ。結局なんなんだ？ここではこのグライダーガンとドラムガンがもらえます。てかマップ上だとザオソリテなのにアイテムの名前は、ジオソリテなんだな。なんででしょうね。霊夢さん、グライダーガンって何ですか？結構前にバットマンとコラボした時にも似たようなのが出てたんですけど、グラップラーみたいに飛んだらグライダーを開けるってことですね。一回撃ってみましょうか。ここではちゃんとできないな。まあ後で使ってみましょう。そしてオーソリティの保管庫はなんとなくエージェンシーの場所に似てますね。ミシック武器もドラムガンですし、ここのボスはマイダスの家族か何かかな。そして相変わらず強いドラムガンですね。やっぱり強いな。さあグライダーガンを使っていきましょう。おお、こんな感じにグライダーを開くんですよ。開くグライダーは持ってるやつじゃなくてこれ固定なんですね。このグライダーはバトルパス報酬にあったやつかな。これかっこいいから欲しいんですよね。頑張ってあげるしかないな。そして次に見ていくのはここ、ザ・フォーティーラです。シーズン3からはスラーピーがなくなったんだな。ほんとですよ。私スラーピー大好きだったのに。ってことでここも見ていきましょうか。まずはさっきのところから少し下がるとキャベツがいっぱいあります。別にその情報いらなくない？ここのボスは端っこの方にいましたね。この地形で端っこの方にいるってことは、前のマップのザリブと同じように広い範囲でランダム出現なのかな。それだったら探すのが大変ですね。まあそこは後で調査してみましょう。で、霊夢は今何やってるんだ？何って？そりゃ棺桶ダンスですよ。え？やめろ。楽しかったのに。それでここでは何が手に入るんですか？ここではバーストとあのチャグジャグが手に入ります。おー、チャグジャグがミシックになって帰ってきたのか。なんか昔のものが帰ってきてていいですね。そしてこのミシックバーストはこんな感じです。あれ？なんで2発しか出てないんだ？今回の大きな変更点ですよ。バーストが3点から2点になり、相談数が20発になりました。でもダメージが少し上がったらしいですね。まあ3発のままミシックになってたらやばいもんな。そしてここの保管庫は真ん中のところですね。外から入りやすいからいいな。それと気づいた人もいると思うんですけど、今回の各ボスたちはミシックを3つずつ持ってるんですよ。霊夢的にどの組み合わせがいいと思う？私はやっぱり最初に紹介したところですかね。あそこはショットガンと移動武器手に入るので好きです。ニャッスルがいなくなったのは残念ですね。でもニャッスルの子供みたいなのがボスでしたね。あー、それとさっき言い忘れてたんですけど、ミシックバーストは通常のバーストより ADS した時の倍率が高くなっているらしいです。当てやすくなりそうだな。
ってな感じで都合よくダメージを食らったので、ジャブジャブ使っていきましょう。15秒で200回復ですね。これは今までとあまり変わらないな。でもこれの強いところがチャージ式なんですよ。ってことは無限に飲めるってことか？そういうことだよ。新シーズンはいろんな要素があっていいですね。本当にいい感じですよ。私は好きですと話してるうちにジャブジャブ飲めましたね。しっかり200回復だな。これで今回追加したミシックは以上かな？まだシーズン始まったばかりだからいろいろ見ていきたいな。ということで今回追加されたであろうものたちを集めてきました。追加されたもの一覧はこちらになります。こんな感じでいろいろ追加されましたね。ポンプショットガンは消えたんだよな。悲しいです。でもチャージショットガンが強いのでいいですけど、あの武器は使いこなせればめっちゃ強いですよね。これは練習するしかないですよね。それとまだまだシーズン3には追加された仕様があるからそれも見ていきたいな。それとスティングボムは宝箱じゃなくてなんかヘンチマンみたいなのからドロップしますよ。曖昧だな。ってことで一応並べてみました。わかりづらいな。ということで皆さんはこのシーズンどう思いますか？私はめっちゃ楽しいですよ。これから新しいプレイができるな。そうですね。というわけで今回の動画はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、イロンアンダーバーアメちゃん、ミクリエイターサポートしてください。今回の動画は短いですけど許してください。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、せーの、またねー。